オリバー・ヘビサイドは、イギリスの電気技師、物理学者、数学者である。幼児に、昇降熱に罹患したことにより、難聴となった。世紀の大学教育を受けず、研究機関にも所属せず、独学で研究を行った。電気回路における、インピーダンスの概念の導入、複素数の導入や、ヘビサイドの演算手法といった、物理数学の方法を開発するなど、 大きな功績を残した。また、インダクタンスやコンダクタンスなど、回路理論用語のいくつかを提唱した。1850年ロンドンに生まれる。幼い頃に、昇降熱にかかり、耳が不自由になった。彼のおじであったチャールズ・ホイートストンは、ヘビサイドの教育に、多大な関心を示した。16歳の頃、彼は学校を辞め、 その後18歳まで独学で電信技術と電磁気学を学んだ。その後彼は大北電信会社の通信士の職を得、すぐに主任通信士となった。仕事の傍らで研究を続け、22歳、23歳の時に電気回路と電信に関する研究を発表した。24歳の頃、仕事を辞め、ロンドンの両親の下で研究に専念した。 1873年にヘビサイドはマックスウェルの著作トリエテソンエレクトリシティアンドマグネティズムに遭遇する。ヘビサイドは自宅で研究に打ち込み伝送線路の理論を発展させた。伝送路中の均質なインダクタンス成分が信号の歪みと減衰を減少させることを数学的に説明した。 1880年、伝送線路の表皮効果に関する研究を行う。同年、同軸ケーブルの発明により、イギリスで特許を取得。1884年、ヘビサイドは、当時は20の式から構成されていた、マクスウェル方程式を、今日知られる4つのベクトル形式の式に直した。1880年から1887年の間に、 ヘビサイドは演算手法を発見した。しかし、その解放の同質過程は理論的厳密さを欠いていたため、当初は論議の的となった。ヘビサイドはこの問題について、数学は実験的科学であり、定義が先に来るわけではない。私は消化のプロセスを知らないからといって、食事をしないわけではないという有名な言葉を残している。1887年。 電送線路上を電波する信号から歪みを除去するために、電送線路に、送加コイルを付加することを提案するが、政治的な理由からすぐには実行されなかった。ヘビサイドのこの研究に関する重要性は、ザ・エレクトリシアン氏に掲載されるまで注目されず、この発明に関する権利は認められなかった。AT&T は、ジョージ・ A ・ギャンベルを雇用し、また、外部の研究者、 ミカエル・ピューピンによりヘビサイドの研究に関する調査が行われた。キャンベルとプッピンはヘビサイドの研究成果を拡張し、AT&T はその成果とコイルの設計方法に関する特許を取得した。AT&T はヘビサイドの研究成果は不完全なものであったという扱いをした。AT&T は後にヘビサイドに対し、 彼の権利に対する対価を支払う提案を行ったが、ヘビサイドは、その特許が完全に彼の業績であると認めない限り、その金銭的対価を受け取らない、として、提案を拒否した。ヘビサイドは、慢性的資金難に悩んでいたが、この提案の拒否により、資金難はさらにひどいものになった。1888年、1889年の論文において、 チェレンコフ放射に関する研究を行う。この研究をもとに、ジョージ・フィッツ・ジェラルドは、ローレンツ収縮を予想した。1880年代後半から1890年初頭に、かけて電磁気的質量に関する研究を行う。後に、ビルヘルム・ビーンがヘビサイドの式を証明した。百九十一年、英国学士院は、電磁現象の数学的記述に関する。 ヘビサイドの業績を称え、学士院のフェローの称号を与えた。また、王立協会フェローにも選出された。1905年、ゲッティンゲン大学より名誉博士号を授与された。晩年、ヘビサイドは非常に不可解な行動をとるようになる。WORM という意味をなさない文字をサインの後につけるようになった。また、指の爪をピンクに塗ったり、 見陰石を家に持ち込んで家具として使ったりもした。ヘビサイドの業績のほとんどは彼の死後に認められた。ありがとうございます。